ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私たちこれまで炎上 YouTuber の解説をしてきたじゃない。でも女性 YouTuber って炎上しないよね。そろそろそう来る頃かと思って用意しておいたぜ。女性 YouTuber の炎上の数々をな。仕事早。でもやっぱりいるんだ。男性 YouTuber とはまた一味違った炎上だが、わがまま放題にやらかしてるんだぜ。どうだ、聞きたいか？聞く気しかないです。では今回はやらかしすぎて大炎上した女性 YouTuber について見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。トップバッターはモデルで歌手で会社経営者で YouTuber の浦西ヒカルさんだぜ。肩書きいっぱい。インフルエンサーでもあり、まだ20代前半なのに彼氏とタワマン上層階でセレブ同棲。彼氏のオタくんと配信する、オタヒカチャンネルはリアルなカップル事情やラブラブな動画を投稿。若い子を中心にファンを増やし、45万人の登録者を持つ人気カップル YouTuber だ。許せないわ、リア充でセレブな人気者なんて。何を怒ってるんだ？だってリア充二人がイチャイチャ楽しく YouTube やってるなんてずるいじゃない。私なんて相方、魔理沙なんだよ、はぁ、あ。次回から編集で霊夢の顔に鼻毛を描いてやろうか？それだけはやめてください。どうぞ解説を続けて。しかしファンも多いがアンチも炎上も多い。リア充爆発しろ的な？実は二人はすでにお別れしてるんだ。これには大炎上した破局ストーリーがあるんだが、それはまた改めて紹介する予定だからお楽しみに。うふ、また楽しみが増えちゃったわ。たびたび炎上していたオタヒカだが、それはいつもヒカの方、ヒカルさんだ。彼女は買い物が趣味と公言するほどショッピング大好きで、動画でも購入品を紹介している。過去には彼氏のクレカで勝手に爆買いする様子を投稿して、これが大炎上したこともあった。これ絶対にダメなやつでしょ。視聴者からも、これは不正利用、金銭感覚がおかしいと批判コメントが溢れた。他にも整形、捨て間疑惑と炎上にはこと書かない。そしてピンになったヒカルさんはインスタで付き人を募集して、さらなる炎上を生んでしまう。付き人って芸能人とかのイメージだけど、今や YouTuber やインフルエンサーが付き人を募集するのは珍しくはないが、問題はその内容だ。正しいイケメンに限るとか言っちゃった？さすがにそれはないがその内容はこちらだ。新事業のサポート、SNS 運用、動画撮影と編集、記事作成、身の回りの管理、車の運転。急に迎えに来て、今から撮影など対応できる人と、これだけ希望して25日勤務で月給18万だ。なんというブラック。さらにお金なんかいらないからやりたい、くらいの人がいい、というハロワも老気もびっくりの案件。真っ黒。当然ながらネットではパシリ募集、ケチなど大炎上。ヒカルさん自身は無償でいいから経験を得たい、学びたいと頑張ってきた人なのだそうだ。お金はきちんと支払うがそういう意気込みが欲しいという意味だったと釈明した。素晴らしい人材との出会いをお祈り申し上げます。二人目は自称モテクリエイターのゆうこすさんだ。モテクリエイターって何？これは彼女考案の肩書きでメイクやファッションのモテるテクニックを発信しているぜ。モテるテクニックねえ、なんか怪しい。YouTube のゆうこすモテチャンネルは登録者数87万人の大人気チャンネルだ。すごいわね。霊夢もモテテクを学んでみたらどうだ？私はそんなことしなくてもモテモテだから大丈夫。は？すみません、嘘をつきました。よし、では続けていこう。彼女はモテクリエイターになる前は HKT48 の一期生として活躍していたんだ。じゃあ卒業して YouTuber に転身したの？文春法では男性ファン宅にお泊まりしたことがバレてクビになったという記事が掲載された。本人は否定していて、精神的にも体力的にもハードな芸能界に未練はなくすっぱりやめたそうだ。そっか、48グループは恋愛禁止だもんね。ゆうこすさんも脱退した理由の一つとして、恋愛がしたかったと言っているくらいだ。なんといってもモテクリエイターだからね。モテたいを公言する潔のいいぶりっ子を自認。だがいつの時代もぶりっ子というのはアンチを量産しやすい傾向にある。聖子ちゃんの時代からそれは変わらないわ。ゆうこすさんもちょっとした発言が炎上しているが、2019年に大きめの炎上をやらかす。モテないことをやらかした？誕生日イベント、ゆうこす商店街プーファイブで2種類のチケットが販売されたんだ。特典なし2500円と特典付きプレミアチケット。25000円という10倍差があるものだ。ちなみにどんな特典が？
ライブの優先入場や打ち上げ招待、商店街グッズプレゼントなどファンなら見逃せない内容だ。さらに、ユーコスの何でもプレゼントで私物をプレゼントしてくれるというファン歓喜の特典。私物プレゼントなんてファンなら絶対欲しいわね。プレゼントは後日発送ということで、ファンはワクテカ状態で待っていたが1年経っても届かない。しかも誰一人もらっていないし返答もなし。25,000円も出したのに。SNS ではプレゼント詐欺と炎上する中、ユーコスさんは裏垢で暴言とも取れるツイートをする。ヤジウマ野郎が一生つまらねえ人生送ってろよ。ホロリク2000来たんだガキ、次はロタ。モテたいぶりっ子はどこへ行った？お察しの通りネットは大炎上。本性バレた、嫌いになった、性格悪すぎとコメントが続々投稿された。過去にも同様のことをやらかして炎上していたので、学習能力がないと呆れる人たちもいた。さて、ここからがモテクリエイターの腕の見せ所。どうやって挽回するのかな？ユーコスさんは翌日謝罪文を掲載した。別のアカウントで愚痴ってしまいましたが、決してご購入者さんやファンの方に対してではないです。その後、ユーコスさんは即対応してファンの元にはお詫びの手紙とコスメセットが届いたそうだ。ファンが喜んでいるならそれでいいけど離れたファンもいるんじゃない？この件で嫌いになったというファンもいたが、逆に面白いとブラックユーコスファンも生まれた。いっそのことキャラ変もありかもしれないわ。3人目はキャンプ女子のマイキャンさんだ。YouTube のマイキャンチャンネルは登録者数18,000人、インスタでも話題を集めている。女子キャンパー同士でワイワイしたり、ソロキャンでまったりしたりキャンプの魅力を配信している。キャンプ女子ってこの何年かで人気になってるよね。アニメやドラマのゆるキャンの影響かな。間違いなくゆるキャンがブームの火付け役で、これまでのキャンプのイメージをガラリと変えたぜ。私もあれを見てキャンプに行きたくなったもん。マイキャンさんのチャンネルもそんな動画がいっぱいあって、アウトドア情報も盛りだくさんだ。ここまで何の問題のないように思われるマイキャンさんだが、ある投稿で大炎上してしまう。確かに炎上とは無縁そうだけど、炎上の発端となったのは、2021年1月28日のキャンプでのことだ。マイキャンさんは日産新型キックスのタイアップ広告動画を車情報サイト、カービューに投稿。こんな車があれば行動範囲も広がるし荷物もいっぱい詰めてキャンプが楽しくなるよねというもの。わかったわ。お金の匂いがプンプンしたんでしょ。残念ながら違うな。しょぼーん。動画は運転シーンや荷物の積み込みなどキャンパーなら興味を引くようなもので自然な印象だった。同行したカービューのスタッフもマイキャンさん指導のもと、キャンプを初体験することになった。薪を割ったり、火起こしから焚き火をしたりアヒージョをしたりとキャンプを楽しむ様子が投稿された。ふむふむ、実に楽しそう。マイキャンさんはこの様子をカービューだけでなく、自身の YouTube チャンネルにも投稿した。するとこの投稿があっという間に拡散され炎上した。動画では落ち葉の上で焚き火をしていて、これが危険と指摘されたからだ。それはやばい。焚き火台はセットしているが斜めに傾いていて、地面には乾燥した落ち葉がびっしりだ。実際に焚き火が果てて火の粉が飛ぶ様子も映っていて、もし枯葉の上に落ちたらとハラハラする。アヒージョも油なみなみだから危険。これが初心者ならまだしも、マイキャンさんはキャンプインフルエンサーだ。しかも今回はマイキャンさん指導のもとで行われていたため、その質が問われ大炎上になった。倍を狙ったのではという声も多かったぜ。真似する人がいたら危険だよね。影響力のある人の動画は信じてしまうからな。その後、マイキャンさんは配慮が足らなかったとツイッターで謝罪し、動画を削除した。カービューも記事を削除し謝罪コメントを掲載。キャンプをするときはくれぐれも安全に注意してね。うむ、こういうことは絶対にしたらダメなんだぜ。ラストはたびたび炎上騒動を起こしていることで有名なテンチムさんを紹介しようと思うんだが、お互いを道連れにして炎上している金子綾さんをまとめて見ていくぜ。私もこの二人の泥仕合は知ってるわ。テンチムさんは元子役で、金子綾さんは元モデル。お互い芸能界出身で同い年で10年来の親友だった。二人とも YouTuber としても活躍していたが、現在は絶縁して裁判でお互いを訴える関係だ。暴露合戦がどんどんエスカレートしていくのよね。大きく分けると騒動は4つ。1つ目は金子さんの猫が亡くなったことで、これが全ての発端だ。金子さんは家政婦が黒と SNS で発信。テンチムさんは他人の人生を狂わすようなことを言うのは良くないと発言し、関係に亀裂が入り始める。
この後テンチムさんがインスタで絶交宣言を投稿したのよね。翌日 YouTuber コレコレ氏の生配信に二人が時間差で出演したが、両者の言い分はバラバラ。先に出演したテンチムさんは親友の金子さんを思い助言したが、うまく伝わらなかったと涙で訴えた。だが、金子さんは自分と猫のことを売名行為に使われたと激怒。被害届を出し民事裁判へ発展。金子さんは猫の葬儀にテンチムさんがスウェットで来たこともすごく怒ってたんだよね。二つ目は金子さんがテンチムさんが包丁していたことを暴露したことだ。テンチムさんは以前動画で、A カップから努力してスイカップになったと話していたんだ。その後、夜用インナーを販売したところ爆売れ。そりゃ体験談があるから信憑性高いよね。だが、金子さんの暴露で返金騒動となりテンチムさんは3億の借金を負うことになった。ちなみにテンチムさんはこの借金を2022年に全て完済している。次はテンチムさんが金子さんプロデュースのレギンスについて暴露したのよね。実はレギンスは売れ残り品に金子綾の名前を付けただけで、実際にプロデュースしていないと暴露。でも金子さんは返金対応はしていない。これが三つ目だ。二人とも LINE の会話が証拠になっちゃってるから言い逃れできないんだよね。四つ目もテンチムさんのターン。金子さんは書籍で婚約者が亡くなったことを書いているが、実は生きていると暴露した。金子さん、虚言癖が囁かれるようになったんだよね。言うことが2点3点するからな。結局裁判の結果はどうなったの？お互い名誉毀損で結構な金額まで釣り上がったが、最終的にはかなり少額でテンチムさんの勝訴だ。ちなみにバトルのきっかけになった猫ちゃんだが、やっぱり家政婦さんが黒だったんだ。そうなの？掃除中に足元にじゃれついたのを誤って蹴って株に強打したという事故だったんだ。9ヶ月経ってから家政婦の代理人が連絡したそうだ。もっと早く分かっていたら二人は絶縁することもなかったんじゃない？ただテンチムさんが絶縁宣言したのは猫のことだけが理由ではないらしい。以前からテンチムさんの秘密を他人に話したりする金子さんを信用できなくなっていたそうだ。女の友情はハムより薄かったわけか。今回は女性 YouTuber の炎上を解説してきたがどうだった？確かに女性 YouTuber は一味違うわね。男性やキッズ YouTuber は行きったりやんちゃで炎上するわかりやすいものが多いからな。女子の方が闇が深いわ。そしてとっても強い。今回紹介しきれなかった人もいるからまた次の機会を楽しみにしてくれ。ぜひぜひ。それでは、ご視聴ありがとうございました。